45年ぶり快挙ならず、オリックスのドラフト3位、斉藤京介投手が4回で降板し、1軍初登板初先発初勝利はならなかった。盛岡中央3年夏の朝日放送熱闘甲子園のテーマ曲だった平井大の栄光の扉が自身の登場曲として流れる中、マウンドへ。初回先頭の西武山野辺、2番源田をショートゴロに打ち取り、2アウト。3番佐藤優に左越え3塁打を許した。それでも4番栗山を146キロの直球でセンターフライに抑え、好スタートを切った。2回にはプロ初三振を5番マキノンから奪った。だが、4回まで毎回走者を許す苦しい展開。それでも最速150キロの直球と切れ味抜群のスライダーを低めに集めて得点を与えず、デビュー戦で4回73球、2安打3奪三振と力投した。斉藤は立ち上がりはとても緊張しました。全体的には狙ったところに投げられず、悔しさと課題が残るマウンドになりましたが、なんとかゼロに抑えられたのは良かったですと振り返った。78年の三浦博之以来、45年ぶりの球団高卒新人のプロ初登板初先発初勝利とはならなかったが、ルーキーが大きな一歩を踏み出した。高校の時からすごくいいストレート投げる投手だとは思ってたけど、プロに入ってからも順調に成長してるみたいで安心。キャッチャー石川にするんであれば、できれば福永上げてバッテリー組ませたかったですね。同じ理由で東とか曽谷とも一軍で組ませてみたい。低めにボールが集まるし、ストレートも球速以上に速く見える。淡々とした表情からもメンタルの強さを感じるし、曽谷よりも期待値は高いかも。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。